ここでは高齢者は誰なのかということをちょっと考えてみたいと思いますが、20歳の人は生きる価値がある、50歳以上は生きる価値がないと私も言ってきたわけですが、これは20歳の人が女性では子供を産み、男性は兵役をするということで生きる価値が生じてきます。50歳以上の男性の場合は特にですね、今のところ学問的な生きる価値を見出されてないということなんですが、脳は萎縮しないし、年を取ってですね、筋肉は衰えないということになりますと、一体高齢者っていうのは何なんだと、誰なんだと、いうことになりますね。最近は高齢者をターゲットにすると儲かるもんですから、その人生を食い物にする役人がだいぶ現れました。例えば年金制度がそうですね。年金、ゆりかごから墓場まで60歳以上は年金が来て豊かな人生を送れますよと1961年に日本は言って国民年金制を作りました。しかしその時同時に厚生省の年金課長は、日本の年金はいずれ必然的に破壊すると。その当時、自分が払った税金を積み立てて、積み立て型年金でしたけども、どうせ積み立てたってインフレになって全部なくなっちゃうよと、その年金課長が言ってたんですよ。それからその後は今度付加型になって、若い人が払って、年取りがもらうようになるだろうけども、そうするとその頃には若い人の数が少ないからそれもダメになるだろうと言っております。さらに、結局は税金でやるんだなとこう言ってるわけですね。ですからこういった年金制度っていうのは高齢者という人の存在をあることをいいことに、膨大な金を錯覚によって集めて、そしてその金で自分たちが天下りはいくらでもできるということをやった例ですね。最近では後期高齢者とかですね、それから介護保険とかいうようなもの全部そうなんですが、年金制度もそうでありますが、そういった高齢者という、社会的幻想をですね、役人が作ってそれで一儲けすると、もしくは自分の人生を安定化させると、いうことになっております。大体今見ますとですね、0歳から20歳ぐらいまでというのは大体教育機関ですね、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、もしくは大学の半分、もしくはもう少し長い人もいますが、大雑把に言いまして0歳から20歳までが未完成な人間ということで20年間、それから今ちょっとまだ80歳の方ちょっとこう弱ってる人いますけども、おそらく、あなたは老人だから、あなたは老人だからって言い方をやめて、あなたも人生ですよって言ったら、おそらく20歳から80歳までは元気で普通の生活、20歳の人と80歳の人は全く同じ生活ができるでしょうね。そうしますとそこが60年で、80歳から100歳というのはちょっと疲れるかもしれませんし、今人数がすごく少ないので、一応これ80歳から100歳という余裕を少し置いといて、この20年ということで、そのくらいの大雑把な分類はいるかもしれませんね。0歳から20歳ぐらいまでは選挙権もあまり考えなくていいよ、世の中のことも考えなくていいよと大人に任せといて、自分は一生懸命勉強してねという期間ですね。スポーツなんかも非常にいい期間ですから、芸術の才能を伸ばすとかね、そういうことに一生懸命やってもらうと。20歳から80歳までは全員が全く同じ。80歳ぐらい過ぎますと、ちょっとお疲れになってくることもあるので、社会的にも少し援助の手を差し伸べると、いうことですね。もちろん70を過ぎてちょっと病気がちになってくれば、これは20歳の人の病気と同じく考えたらいいんですよね。25歳でも病気になる方がおられます。75歳でも病気になる方がおられる、ちょっと75歳の方が多いかなぐらいですからね。そういうことにしたらどうかと思います。こういうふうにですね、高齢者は誰だという場合に意識の大転換を行ったらいいと思うんですね。例えば新聞は年齢を括弧で示さないと、必要な時は年齢を示してもいいですし、また年齢をなんていうんですか、いろんな銀行の書類だとかそういうの役所の書類に書いてもいいんですけど、普通は書かないと。例えば特別な事情のある時だけ書くと、いうことですね。もし本人特定であれば誕生日だけ6月何日とか、そういう誕生日だけを書いてもそれ以上は書かないということで、
その人を見ても役所で調べても年齢がまずわからないようにすると、まあ、いうのが大切ですね。そうしますと本人も年齢がわからなくなりますから、自分が20歳なのか30なのか70なのかわからないと、まあ、こういう状態がまずできるとしますね。私はこの前あるテレビの解説をしましたらね、まあ、ちょっとお年を召した女性とお若い男性との、まあ、男女の浮気話じゃなくて浮気じゃなかったんですけど恋愛話があったんですね。その時女性の年が書いてあるんですよ、その男性の年も。で議論はですね、本当にその彼らは愛してるのかとかいう議論じゃなくて、年齢差の議論ばっかなんですよ。年上婚ですねとか、まあ、そんなことばっか言ってるんですね。だけどそれは本当にどうなのかなと、そんなことで我々はまず論評しなくてもいいんじゃないかっていうことをその時ちょっと言ったんですね。まあ、あのテレビはカッコを消してくれませんかねとこう言ったわけですね。その方がいいですよと。それからこれもこのブログで再々お話をしますが、私が今から15年ぐらい前書いた老婆の時間というんですね、お年寄りのおばあさんが縁側に座って、その家の前をの道を忙しく歩く若い人を見て、ああ若い頃はこうだったなと思い出す。いやおばあさん違いますよと、おばあさんあなたも同じ1時間ですよと、人生生きてる限り誰でも本当に貴重な1時間なんですよっていうようなことを書いたことがあります。ここではですね、まず50歳以上の男は意味がない、これは50歳以上の男性が何に意義があるかということは社会的学問的にはっきりしていないということですね。それから生理が終わった女性が、まあ、人間だけ生きてるわけですが、これがなぜ人間の女性は生理が終わっても元気なのか、まあ、これはお世話をするという非常に重要な役割があるということが、まあ、学問的にやや分かったということですね。それから0歳から25歳までの女性と男性、26歳から50歳までの女性と男性で、現在女性の方は一応学問的にも生きがいが分かっているけども男性の方はないという状態だと、まあ、日本の男性の場合は0歳から100歳まで全く何のために生きているのか分からないという状態にあるので、まあ、これはかなり真剣に男性側が考えなければいけないというのが私の考えなんですね。それでそれをずっとおしなべて言いますとですね、一体年とは何か、年によって区別するということはどういうことなのかということですね。この前本当に、ひどいというか、まあ、はっきりしたというかテレビ番組に出まして、定年後の人がすごく元気で頭もはっきりして、なんかにこう使わなきゃいけないとかですね、活躍してもらわなきゃいけない、いやそれだったら定年させるなっていうんですよね。ですから、元気であるってことはやっぱり人間として、その人生をやっぱりエンジョイする、また活躍する、もしくは人生を送る権利があるんじゃないかと思うんですね。その人を定年させてもいけませんし、それからあなたが年寄りだと言ってもいけないし、まあ、シルバーシートを用意してもいけない、全部いけないということですね。ですから我々はここでですね、実は高齢とは何なんだと、まあ、筋肉は衰えない年をとっても、それから脳も衰えない、骨も細くならない、もしかすると消化能力も変わらないかもしれませんし、もしかすると 若い頃は肉が好きだったけど今はタンパクのものが好きだっていうのも本当は錯覚かもしれませんね。周りからそうに言われるのでついついそう思うと、私の知っているお年寄りでも、ずいぶんお年寄りになっても肉ばっか食べてる方はずいぶん多かったですね。お元気ですよね。ですから、まあ、肉がいいというわけではありませんが、すべからくすべてはもしかすると錯覚かもしれないと思いますね。例えば女性の方でちょっとお腹が出てくるとか二の腕が太くなるともしかしたら違ってて、これは若い頃の生活と様子が違うからかもしれないんですよね。ただまあ皮膚が少しシワが寄るってのは本当でしょうね。だからまあ本当に年齢を取ったら何かが起こるというのがどこまでが本当でどこまでが嘘であるか、私たちはそれからどのように解放されるのかと、まあ、この戦後女性が大きく解放されました。アメリカでは家庭のうち女性の方が収入が多いのが5割を超えたとも言われます。本当の女性の能力っていうのは非常に高い可能性があるんですね。ところがなんで今まで女性は劣ってると言われたかと言ったら、生まれてこの方
あ、お前は女だから女だからと言われて、ダメだダメだと言われるとダメになったというかもしれないわけですね。可能性が高いわけですね。全くそれと同じように、あなたは年を取ってる高齢者だね、括弧して何歳と書かれちゃうということで、実は、それが下腹を出してきたりしてるのかもしれないんですよね。まあ、人間というのは非常にこう脳細胞による制御が非常に盛んな動物ですから、まあ、そういう可能性もあるということです。